皆様、新年明けましておめでとうございます。鈴木道夫です。2016年もこのサンデークリニック、どうぞよろしくお願いいたします。家族一人一人がみんな健康であること、これは本当にもう誰しもが願うことですね。みんなが健康で楽しく暮らせるというのは、何も何も買えがたいものです。そんな皆さんの健康に関する相談を受けしているのが、このサンデークリニックです。 直接専門の先生に相談に応じていただくことで健康に関すする正確な情報をお伝えしますどう新年最初の放送となります今回は「新年のご挨拶ということで静岡県医師会,会会長の篠原明先生から静岡県医師会の活動や取り組むべき課題についてお話を伺っていきます。 篠原会長、明けましおめでとうございますまおめでとうございますどうぞよろしくお願いいたします,いいしま,すまず2016年、平成28年がスタートいたしましたこの新しい年に際しまして県民の皆様にご挨拶をお願いいたしますはい。まああの新年を迎えまして県民の皆様に静岡県市会代表して新年のご挨拶申し上げます また、あ,あのサンデークリニックも引き続き、まあ、県内の先生方、専門医の先生方にさまざまな健康に関する話題お届けさせていただきたいと思ってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、2015年、平成27年の1年間を振り返ってみますと、先生にとってまた県にとってはどんな1年だったんでしょうか。はい、はい、あのあっという間に1年過ぎてしまったなというのが正直な感実感なんですけれども、うん あの医師会というのもですね、えー、授業計画というものを立てまして、えー、それがしっかりと執行できているか、まあ、常時、えー、チェックを入れながら活動しているわけでございますけどもあの医師会ってなぜ存在するかという中で、まあ、これ我々も、えー、先生方の集まりですから当然先生たちの生活を考えるあるいは医療政策等も考えなきゃいけないんですけどやはりあの 検視会として県民の皆さんのためにも存在するんだということを私自身は強く感じておりますし、まあそういった目的に沿ってですね活動してきたわけでございます。主な活動といいますとやはり今この超高齢社会を迎えて、えー、地域の皆さんがですね安心してご自分の住まいで暮らせるように最後を迎えられるようにあのそういった、えー、取り組みをしているわけで。 この番組でも何度か取り上げていただきましたけれども、まあ、在宅での医療あるいは看取りあと認知症対策ですか、まあ、そういったことは中心に行ってきてます。はい 本当にあの私たちが普段生活している中でどういうことを考えていかなければならないかその問題提起からそれに対するセミナーですとかいろんなものも開催していただいておりましてより分かりやすく皆さんに伝えていこうという活動がいろいろ去年も、ね、行われたわけなんですけれども、はい、でもその中でもやはり考えなければならない問題本当にたたくさんありましたね、うんまあ、ともかくです、ね、その未曾有の高齢社会とよく言うんですけど 当然人間ってのは寿命があるわけです、ね、だけどやはりこれ医療を描く保険の進歩でしょうか平均、うん、寿命が延びてきてる、まあ、日本あの静岡県っていうのは健康寿命が一番っていのはいいんですけど、はい、それともやはりどっかで医療介護の世話になる、まあ、そして誰しもがそれとして死というものを迎えるわけですけども。 まあ、できるだけですね元気で現役のままいていただきたい、うんまあ、そのためにやはり、えー、健康管理を普段からするとかあるいは介護予防を行うとか、まあ、そういった取り組みを県民の皆さんを一人一人にやはりしっかりと自分のこととして考えていただきたい、まあ、我々はそういったメッセージを今まで送ってきたと思っています。はい そんな中でやはり私たちの目の前に突きつけられているのが静岡県の医療の現状と課題になると思うんですけれどもまずは医師や看護師といった医療従事者が不足しているまた医療の偏在と言われていることもありますし本当に 県内の医療問題これままでもいいろろとありました、うん、この辺については先生どんなふううにお考えでしょうかあの医師の絶対数っていうのは静岡県確かに少ないです全国からいうと下から4番目くらいだと思うんですよ今でもね、はい、ただ、えー、やっぱり地域偏在っていうんでしょうか例えば静岡や浜松みたいな大きな都市では、えー、病院もたくさんありますから、えー、お医者さんもしっかり数は揃ってると。 ところがやはり山間部っていうんでしょうか行きますとどうしても石が足んない、まあ、そういう意味での偏在っていうのはもう昔からあるわけですねただあのなんて言うんでしょうか医療ニーズってものが今変わってきていて例えば昔、まあ、病院ってところは病気を治すところですねそれであのそれが、えー、高齢化が進みますとね治らないあの簡単に治らないからその後後遺症が残ったり。 あるいは、えー、慢性ななだから若い人なら、ね、大きな病気してもそれで治って元の生活戻れるところがやっぱりお年寄りはなかなかそれが難しい、はい、中でなおかつ今度介護という問題が出てきます、えー、そうしますとやっぱそこに関わる人たちが例えば20年前30年前と比べると今相当数が必要になってきてる。 医師不足も看護師不足もそうですけどやっぱ介護職員も足りなくなってきてる、うん、ですからましてや何でしょうか今、えー、少子化も進んでいるわけですねですから若い働く人たちがなかなかこういった世界に入ってきてもらえない、うん、これは今じゃなくてこれからもっっとと深刻なな問題になると私は思っています、はい、その中でこの高齢化がもう本当に高齢社会になってきていると。うんうん かではなくも現実にその突きつけられているっていう社会になってますよね。はいはいはい、あの高齢化と高齢社会と超高齢社会ってこれ実は、はい、高齢化率で7%ずつ上がっていくと名称が変わっていくんです。はい、今はもう25%を超えましたんで完全な高齢超高齢社会と言えます、はい。そうですね。はい、そんな中で改めて私たちも本当にこれからどうなっていくんだろうって不安になることも多いと思うんですけどもこういった課題やはり現実として考えなければなりませんね。はい まああの今ですね、まあ 若いです今の方ね例えばお年寄りでも、はい、私も患者さん内科の医者として患者さん見てますけどもう80歳くらいの方当たり前にいて元気に歩いてこられてる、はいね、一昔前ですとね80歳って言ったらもう本当に半分寝てるようなおじいさんおばあさんだった、まあ、元気で活躍してる人いっぱいいますし、はい、なおかつ仕事をなさってる方もいるですからやはりどうでしょうか今例えば私ももう60の後半になりますけどね、まあ、生涯現役でいるんだと。 例えば社会の一員としていつまでも元気でいるんだというつもり気持ちを持つことっていうのは大事なんじゃないか。うん、特にさっき言いました我々団塊の世代ですけども、段階、はい、の世代ってすぐ悪者のように言われちゃうんだけど、団塊の世代がですね、むしろ元気になって若い人たちを引っ張っていくんだくらいのつもりを持ちたい。はい、ですから高齢高齢化ってあの体を衰えてくる。 け,るけ,けどもですねじ人生として人間として成熟していくわけですよ、うん、それを今度若い人たちに伝えていくんだという意気込みをですねぜひ持ってほしいと私は思います、うん、そうですね。今現実に突きつけられている問題をただ深刻に不安に思っているだけでなくそれをどう解決していくかということを真剣に考えなければならないこれがまず この新しい年私たちが考えていく第一歩かもしれないですね、うんはい、もう私自身も含えましてねぜひ皆さんに考えてほしいと思います、えー、そうですねこういった静岡県内の医療の現状と課題これに取り組んでいるのも県の医師会だということで、うんえー、去年1年間いろいろな活動をしてきた県の医師会そして 今私たちも含めてて考えいいいいかなななければならない問題があるというお話をたただきました、えー、それにしましてもやっぱりこの1年間ね先生いろんなところでいろんな方々とお会いしていろんなお話をしてきたと思うんですけれどもやはり日本全体が今静岡県だけでなく考えなければならない問題としてその大きな病気の問題ももちろんありますがんですとかねいろんな問題もありますけれども介護っていうのはこれはやっぱり大きいですね。うーん やっぱりその高齢化率が高くなれば要介護認定率介護にお世話になる人が増えてくるもうこれ当たり前の話ですねところがやはり一番大きな話は先ほど言いましたけど人材がが足足りりなないいいいあるいは財源が足りないとということですあの今安倍総理がですね一億総活躍社会 ですね介護離職をゼロにするとかって話をしています。はい。だけどもじゃあ例えば介護施設を作れば実際に離職が減るのかというと、うん、そこで働く人が十分いないわけです。箱元だけ作っても実際には従事者がいなければ機能しません。はい。まあ現実に今でもそういう状況が起こってるわけですね。で病院なんかでも医療でも同じようなことやっぱり言えて病院ベッド数はあるんだけど看護師さんが足りない、うん、あるいはドクターが足りないので病棟が オープンできないだから閉鎖してる休眠中お休み中のベッドなんか結構あるわけですねですから本当にあのこれから考えなきゃいけないのはどこにどれだけの人を手当てしていくかってことを本当に国を挙げて考えなきゃいけないもちろん静岡県としても考えなきゃいけないと思ってます。 これは私あの県行政とも常日頃話してますし、はいまあ、それの対策というものは考えていただくように要請はしていますす、えー、そうですね、はい、やはり財源の問題もありますしこれからあの保険もどうなっていくんだろうって考えなければならないこと当に席してますもんね、はい、当たり前のものが、ね、これから当たり前に受けれなくなるかもしれない、えー、例えば医療も今までのようにいかないかもしれない、えー、介護も受けれないかもしれないなぜかといえばやはりこの国って大きな財政赤字抱えてて で、財政再建ってのもやっぱりやっていかなきゃいけない。まあ、このマン、まあの代まで負債を残したくないというまあ、政府の考えも当然わかります。その中でどうしていったらいいのか、本当に知恵の出しどころじゃないかなと思っています。うん、そうですね、この大きな課題を踏まえた上で、さあ、これからどうしていくかということを、後半また伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい 今日の「サンデークリニック」は新年最初の放送ということで「新年のご挨拶というテーマで静岡県医師会会長の篠原明先生にお話を伺っています。後半は県医師会の取り組みについて今年どんなことをやっていくのかまたこれからどんなことをやっていかなければならないのかということについて伺っていきたいと思いますがあの県の医師会としてり取り組んでいるものもいろいろあると思うんですけれどもその取り組みの柱としてはどんなものがありますでしょうか まああの一つはですね、我々の法人組織なんでやはり会員の数を増やすということは大事です。はい、あの今4000人を超える会員がいるんですけども、まあ静岡県で今、えー、お医者さんが7000数百人、えー、少しでも増やしたいなと思ってます。これやっぱり。 組織いろんな意味で例えば政策展開を行う上,上でもでも、ね、数の力というのがあるわけで、はい、まあそれはあのやっていかなきゃいけないのとやはり医師会活動というものを例えばと特に勤務医の先生ですねあの理解していただく我々なぜこういう活動をしてんだということを理解していただくためにやはりあのそういった、えー、アプローチをしていかなきゃいけない。そ、うん、それはあのお,おそらく今年度。 相当重点的にやらななきゃいけないけ事業だと思いますあ,あとですね今あの地域医療構想といいまして、まあ、昨年から全国の都道府県で、えー、その前の年ですね一昨年の6月に成立した医療介護総合確保推進法という法律があります。 今まで医療は医療介護は介護とやってたものをこれからは医療も介護も一体なんだよという取り組みを国が行ってましてそれを都道府県に下ろしてきているで地域医療構想っていうのはですね各医療圏域、首都圏8つの医療研究ありますけどその中で医療提供体制をどうしていくのか例えば急性期高度急性期はどれくらい必要かえ急性期慢性期あるいは回復期というような。 その患者さんのステージに応じた体制づくりを新たにしていくということになりましたその中で、えー、と最後に在宅医療というのがいっぱい出てくるわけですね。はい、ですからそれがやはり高齢社会超高齢社会における一つの地域の中の医療提供体制ということになります。はい、あのやはり病気を見るということは大切なことです。けれれどもも、うん、そそ以外にもそういった あの介護ですとか保険ですが、うん、そういった体制も整わなければならない、はい、ということですね。保険っていうのはねいつこそ検診だったり予防接種だったり、はい、病気にならないための公衆衛生活動っていうのは医師会事業として長く取り組んできてます。まあ、それがやはり世の中変わってきてき 今おっっしゃゃたように生活までやはり見ていいかなきゃいけなきけ、うんね、介護って我々別に直接介護するわけじゃないけども介護の人たちと連携しながらやっぱりあの患者さんお年寄りたちの生活を支えてあげなきゃいけない、はい、だから医療の質が変わってきてる、うん、あの治す医療だけじゃなくて今度支えるとか寄り添うとか、まあ、そういった医療が必要になってるわけですから当然医師会活動としてもそういったところに力点を置かなきゃいけないそんなふうに思っています。はい まあ先ほどあのやはり財源の話ということがありましたけれども介護保険についてもこの財源というのはなかなかか厳しいものがあるわけですよね、はい、あの介護保険始まった時と比べると今もう3倍近くまで、えー、介護給付費というのが膨らんでいるは、まあ、当然ですね。 最初の頃はみんなよく分からなくて,、えー、見てた観察してたという状況から、まあ、1もう6年になりますか、はい、分かってきて、まあ、積極的に使われるようになってこれはこれでいいんですけどもただやはりこれもですね保険料と税金、まあ、一部負担金があるんですけどそれで賄っているわけで、えー、利用者が増えてくる特に要介護度の高い人が増えてくればあの介護給付費どんどん上がっていくわけですね。ですからもう だんだんこれも厳しくなって、き先ほどちょっと触れましたけど、今まで通りにはいかなくなる可能性ってのが出てきてるんじゃないかと思います。うそういうことを考えますと、やはりその地域というものを見直すというのが必要になってきますよね。うんはいはい、それがですね、はい、まさに今あの全国の市町村で2025年までに、えー、作りなさいって言われている地域包括ケアシステムというものです。 これはあの医療介護だけでなくて保険もまたえと住宅もあるいは地域のボランティアの方さまざまな方々が手を携えながらえとネットワークを作るそれで地域のお年寄りを支えていこうというシステムなんですけどこれを本当にあと8年ですか間にやれということになってるわけでこれは大変なことなんです、うん。ただ やっぱり我々ね医師会なんかも当然そこに力を貸していかなきゃいけないですから、えー、各軍師の医師会の先生方にはあの積極的に関わってもらいたいと思うけどもやっぱり僕は一番大事なのは行政の力であって首長さんの覚悟だと思っています、うんはいまあ、そういったことを考えますと政治との関わりということでも積極的に関わっていかなければ、はい、ならないことが出てくるわけですよね。はい まあ我々の医師連盟というものを別に持ってまして医師連盟活動って政治への関わりを持ってますこれは日本医師会が日本医師連盟を持っているのと同じで都道府県にあるわけですね。 やはりあの政策提言ってなぜ大事かというと医療政策これは介護を含めてですけどもやっぱり政治の場で決まるわけですねですからあの国会でさまざまな議論をされてますそういう中でまあ医療や介護が必要でないという方は誰もいらっしゃらないと思うけども優先順位としてどうかという中で,でまあ今先ほど触れました財政再建というのはねどうしてもやはり優先順位高いと思うんです。ただやはり人の 命とか健康とか生活というものを考えた時にやっぱり社会保障というものに目を向けていただきたいそれを理解してくださる議員さんが増えることが望ましいと思ってますからそういう意味では我々も政治との関わりというのはこれ,これからもまた強くしていかなきゃいけないそんなふうに思います,そ,うです、ね、そして改めて医療体制ということを考えますと、うん、これはあの私たち県民一人,一人一人も考えなければならないことになってくると思いますけども。 病院と診療所の役割分担ですとか連携、はいうん、こういったものも改めて見直すす必要がありますね、はいあのー、私はですね病院の先生方に担う機能あるいは今度は我々診療所が行う、えー、役割って言うんでしょうかもう明らかに違うと思ってます。ですからやはり高度急性期医療っていうのは病院の先生方にお願いするしかないけどもやはりその後の まあ先ほどちょっとこれも言いましたけど、ね、お年寄りって治っちゃないんだ何か残して帰ってくるんだよとそれは後あとは今度我々が引き受けるじゃないか、まあ、その中で、えー、住み慣れたお家で最後を迎えられたいっていう方もたくさんいらっしゃるんで、まあ、その中で在宅医療を行うそれもチームを作って、うんね、あの訪問看護師とかケアマネージャーヘルパーさんたちと連携してチームを作って支えていくことがやはり大事なんじゃないか。 まあ、そんなふうに思います。そうですね。やはり、誰しもが、亡くなるときには、住み慣れたお家でっていうことはね、望まれると思うんですね。そのためには、それを支えなければならない。支えるためには、周りの人たちと連携をしながら、そのチームを作ってね、見ていくっていうこと、とても大事だということで。なかなか家族だけで支えきれないというのはね。絶対に無理ですから、それはやはり、やっぱ主治医の先生が中心になって、ケアマネージャーがサポートしながら。 チームの中でやっていく完結していくということが大事だと思いますそうですね、はい、そういった意味でその連携ということをますます深めていく必要があるということですよね、うん、なおかつ私たちあの医療機関を利用する側もですね、うん、まああの病院の体制ですとか診療所の体制がこうなっているんだよっていうのをしっかり理解した上で、うんうんうん ううまくく役割分担に沿ってて利用していくということとこを考えなければ医療制度医療保険制度の中でもそういった機能分化機能分担ということは盛んに言われてますし、ね、あの今今度紹介状を持たないで大きな病院に行きますと自己負担金が相当取られるようになるとかっていうようなこともやってますこれはですねやは病大病院は大病院の機能があるわけですから、はい、やはり大きいから安心じゃなくてですねやっぱりふだは身近なかかりつけの先生に見ていただく。 でそこで何か必要な検査があったり入院が必要な病気になればねあの紹介していただくみたいなやっぱり機能分担ってことをやはり県民の皆様にも分かってほしいいなと思いますねそうですね、はい、そういったことを普段の生活の中で考えながら、うん、そして将来に向かってこの高齢社会をどうみんなで支えていくか、うん、そういったことをチームを作って考えていくという必要があるわけなんですね。はいはいはい 本当に新しく生まれてくる課題はまだまだあると思いますけれども、うん、ぜひこの2016年もですね、うんあの、県民の皆さんのために力を尽くしていただきたいと思いますけれども、はい、新しい年今年はどのような抱負や目標をお持ちでしょうか。はいまあ、あの先ほど触れましたけどもあの医師会としてより充実した組織にしていくということをまずやらなきゃいけない。それから、 え先ほど言いました医療提供体制というものは変わっていく中で、まあ、我々が何をやらなきゃいけないどういった役割を担わなきゃなんないかもう一回考えることそれから、まあ、これは長い間取り組んできてます在宅医療まだまだですね、えー、診療所の先生の中でも在宅医療をやっていただけないやはり理解していただけてないっていう先生もいらっしゃる、まあ、そういった方を増やしていくことそれから先ほど言われましたあのネットワーク、うん あの多作種の連携共同ということもこれをしっかりやりたいと思います、はい、もう一点は病院の先生との,あのつながりというものを今まで以上に深くしていきたい私はそんなふうに考えています。はい 本当にあの私たちの健康を支える医療というものがしっかりしているからこそ私たちは安心して暮らしていけるというのがあると思いますしやはり年を取ることが怖いものではなく、うん、健康で生き生きと年を重ねていく、はいはい、これが楽しい人生につながっていくと、はいはい、本当にそういうふうになってくれればいいなと思いますそうならなければいけないわけですよね。はい、健健康康寿命一一一一番番番番でででででですすすよ日日本本ととといいううこはは世界で一番静岡県民いうのはそそれれだけ健康なんですですかららをさらに 伸ばしてほしい、そんなふうに思います。そうですね。私たちも常に健康でいられるように。普段から検診ですとか、いろんなものにも気をつけながら。あの、何かあったら、すぐかかりつけの先生に相談できるような。そんな信頼関係を築くようなそういう体制を整えていければなというふうに、はい、思います。ぜひ、今年も一年間、いい年でありますようにお祈りしております。ありがとうございます。よろしくまたお願いいたします。はい、今日はどうもありがとうございました。失礼します。 今日のサンデークリニックは新年最初の放送ということで新年のご挨拶ということで静岡県医師会,会会長の篠原明先生にお話を伺いました。